け作りってどうやったらきっかけっていうんですか、その契約をこう結べるようなきっかけっていうのは。でも慣れた人以上になると思うよね、多分ね。ですよね。だから私の親父の時代、あ、そっか、うちのお父さんね、お父さんがなんか多分行って、東京側が行って、うん、あれですかね、売り込んできたんです。やっぱり特約店となれば、あのそれなりの資格というか、なんかこうハードルって言ったらやっぱり、はいはい、あれ必要、ね、必要、必要ですよね。ピアノ月に何台売んなきゃないか、そうですね、ピアノ売るな、うん、扱えるとかね、うんうんうん、あの簡易楽器だけの店とか、うんうん、レベルが特約店にはあったわけですよ、うん、それでまあ一番上のピアノまで扱えるお店だったわけですよ、で当時一之輔さんのピアノが売れてたの。いや、そんなに売れないですよ。うん、年に何台っていうな感じでしょう。うん、あとオルガン。オルガン、そうですね。うちにもそういえばオルガンあったな。だからね、オルガンにね、さっき言ったように漢字でヤマハオルガンって書いてあるでしょ。僕はそれヤマハオルガンじゃない、ヤマバオルガンって言ったんですよ。いや、葉っぱの葉のヤマハのヤマバ、ヤマバオルガン。看板はね、ヤマハから送ってきた、送ってきたんですよ。あ、そう、やっぱりね、特約店にね、うちで勝手に作ったんじゃないの、作ったんじゃないの、でしょうね、多分、なんか許可しますよっていう、うちの看板を投げて商売やっていいですよと、いうことで、ヤマバ、ピアノ、ヤマバオルガン、当時は言ったんですよ。全然だって、あれマークが、あれですよ、音叉を3つ、3つ、あれして丸の中にあるやつですね、掲げてますけど。今でも言うとヤマハなんてね、ハイカラな、ハイカラなしてるけど、ヤマバだったんですよ。そのハイカラなのに憧れてましたけど、まあ NSB だからやっぱヤマハのギターを買って。この時代、こんなに暇になると思わないもんね、いろいろと。なんていうか変わってくるきたっていうかね、でコロナになって余計、うちなんかほら年寄り多いもんですから、お客さんがうちに行けてもうちで楽しめるものを見つけているのでダメなんですよ、ね、で私たちここに来て、もうね、電話すれば物届くからね、うちにいててってなってるから、もうここまで来て物を買う機会ではなくなってる、高齢になって歩くのも大変ね。そういうなんていうか、ネットで買える時代になってからは世の中変わってます。